YouTube をご覧の皆さん、よろしくどうぞ。今日一郎です。今日は皆さん、この穴の中に、そう、スケベリス、このスケベリスにどれだけのパインアメが詰まるかっていう、こう、違うから。スケベリスじゃないです。スケベリスじゃないから、これ。はい、というわけで、以前パインアメやったと思うんですけども、はい、でけえパインアメ作りたいと。今日は、もう、今までで見たことないぐらいでかいパインアメ作ろう。はい、ガスコンロ。というわけで、きょうちゃんの、サンプルクッキーすごいチャレ、急に見て、急に練り飴っぽくなってる。ちょっとさ、レイカ電子レンジ係やってみて、これで。レイカちゃん電子レンジ係。これでやるぜ。はい。じゃあ、それを合体させると、これでちょうど100個の飴を溶かすことになりますね。あ、カップ全部溶けた。一旦飲めます。見て、レイカ。小さい泡がいっぱいある、ほら。ほんとだ。ビールみたい。はい、じゃあ電子レンジ台行ってきてください。うん。どうした？ビビるぐらい。何が何？いや、ちょっとキョウちゃん気をつけた方がいいです。何が？あったあった。見てください。あ、すごい。そっちバターみたい。俺の方カラメルみたい。じゃあ入れますよ。さらにこれに100個の飴入れよう。はい、100入れていきますよ。はい。で、これを冷やす。じゃあ、一旦冷やします。いいね。じゃあ、また後で。きょうちゃん、こっち来てください。なになに、なんだい、来てください。なんだ、痛い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 、なんかぶつかってる、なんかぶつかってる、ぶつかってる。うん、いいの、座って。はい、どうぞ。はい、忘れてませんか、んパインアメ。おお、はい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 、そのままでいて。重てえ、ゴンって言ってるけど。それでは京一郎さん、マスクをお剥がしください。違うチャレ、これ俺らの考えたパインアメ違うよ。お、お、え、共同作業だな、これは。え、え、チャレ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 、割れたね。すごい、でもできたんじゃない、ほらね、すごいよ。なんでこんななんかコーラ味みたくなってんの。まがまがしいね。じゃあペロンしますね。ひとペロめ。ちょっとキモいっすね。まだちょっとわかんない。かじればいいんじゃないですか。うわー、うわ、キモ。なんかもうなんか、え、苦い苦い苦い。きょうちゃんは今歯の治療中でございます。あ、分かった、いいよ、レイカ、ここにいていいよ。これでしょ、行くぞ。行ってください。だ。あ、いいね、そこそこのでかさ。でも、うん、苦い。苦いんかい。はい、今、無事食べ終わりましたわけですけども、レイカのレンチンがやっぱり正しかったなってもちろんあるんですけども、俺の方で炒めた方っていうのは焦げが入りましてね、うん、苦味の方がちょっと強いと。プリンの上にかかってるカラメルソース的なこうポジションをとっていまして、まあ、なんかパインのデザートとカラメルソースがマッチして絶妙に
まずい。まずいんかい。せーの。だからまあごちゃごちゃ言ってるけど、パイン飴は普通に食べましょう。みんな真似しないように。バイ。上に登り色。